はいどうもネクロスです。さあ今回はね、自分が いろいろ爆技動画っていうのをめっちゃ出してきてるんですけど、もう爆技の初期の初期っていうか、もう基礎の基礎っていうのの残像筋について、そういえば解説していなかったなということで解説していきましょう。自分の中ではもう残像筋なんか知ってて当然レベルだと思ってたから、特に解説することなかったけど、まあ残像筋の解説していきましょう。まあ残像筋っていうのはこういうやつですね。剣に白い、なんかあの残像が残ってて、まあそれの残像が残ってる剣ということで、まあ残像剣なんですけど、まあこういう時って空中に何かガードすると空中に浮きます。これが残像剣です。でその残像剣のやり方っていうのが、まあ縦突き中に縦突きのモーションがキャンセルされると、残像剣が発動します。でさっきやったのは残像剣、じゃあ縦突き中にチェックっていうのをやって、残像剣を発動させました。で縦突き中に何かチェックすることによって縦突きがキャンセルされて攻撃判定がずっと残るっていうバグですね。これのね応用がすごい効くんですよ。でそのムジラ最強のバグのデバッグメニューも、もともとインデックスワープがあるからできるわけであって、そのインデックスワープは残像剣でボムホバーが必要になってくるので、この残像剣がなかったらインデックスワープもできないし、デバッグメニューを開くこともできないと。だからもうバグの基礎となってる、もう原点にして頂点のもう技なんよ。まあ操作方法としては、縦構えながら B ボタンで縦突きしてタイミングよくチェック。そんなに難しくない、タイミングなんやけど、タイミングはもう大体 BA ぐらい、こんな感じ BA、 あ失敗や、 BA ぐらいポンポンみたいな、ちょっと待ってチェック、ポンポンぐらい、ポン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 、うん失敗。これね、残像剣って猶予1フレームなんで、猶予フレーム数で言ったら1フレームなんで、このゼルダのムジュラの仮面の場合は 24fps になってるんで、1フレームは大体何分ぐらいやろ。 0.04 秒、 0.04 秒0.04 秒はこれぐらい。今ちょっと画面にドナルドの画像が 0.04 秒だけ出たと思うけど、あのタイミングで A ボタンを押すと残像剣が発動します。まあこうやって見たらね、結構難しそうに見えるんですけど、まあ慣れましょう、慣れましょう。はい、慣れたらね、そのさっき出たドナルドのあの1フレームピッて出る、あれぐらいの タイミングでも、まあ慣れればもう簡単にねピッて出せるんで、そう言ってきながら失敗をするよ人間なんで失敗をするけど、でまあコツとしては連打するんじゃなくて BA っていう、もうポンポンって押す感じ、ポンポン、うん全然余裕余裕で、まあある程度練習したら、今度は爆弾を使った、残像剣やっていくんですけど、爆弾使ったも結構ね難しいんよね。これが今一発成功したけど、ちょっとどけお前、今一発成功したけど、これもねかなりシビアになってて、ほいほい、まあタイミング自体は一緒なんですけど、なかなかね難しいんよね、これが爆弾使うと。で爆弾使った残像剣の場合、注意点がありまして、爆弾出して R ボタンの縦シールドドロップすると掴むっていうことができなくなるので残像剣できません。なので爆弾出したら A ボタンで置きましょう。でそっから残像剣、痛い、ちょっと今ちょっと時間かかったけど、で残像剣ってダメージを食らうと解除されるので、ダメージは食らわないようにしましょう。今残像剣なってるでしょ、これをダメージ食らうと、バフってダメージ食らうと残像剣は解除されてます。ただダメージを食らっても残像剣が解除されないっていう場合もありまして、それがかなり複雑なんですけど、歩きながら、こんな感じ、歩きながらダメージを食らうと残像剣は解除されません。多分この止まった状態でダメージを食らう、このモーションあっていう、このモーションが多分残像剣の解除に関わってきていると思うので、最悪動きながらダメージ食らっても残像剣は解除されないので、一応覚えておきましょう。さあ残像剣の解除もう一つありまして、あと二つや大体、普通に剣を振る、剣を振ったら残像剣解除されます。でもう一つのね残像剣の解除がありまして、盾を構える、おい待て、このムービー挟んだら残像剣は解除されていない。もう一つの解除方法が盾を構える、すると残像剣は解除されます。白い残像が消えていたら残像剣は解除されています。で盾を構えるって言っても、
注目しながら盾を構えると残像剣は消えません。ほら一応ね、残像のね、白い残像のエフェクトは消えるんですけど、まあそれは盾を離せばまた復活するので、注目中に盾を構えても残像剣は消えません。注目を外して盾を構えると残像剣は消えます。残像剣が消える条件は剣を振る、盾を構える、あとダメージを食らう、その3つかな、大まかに言うと。まああとは仮面で変身したりエリア移動したりしたらもう当然あの残像剣消えるんで。で、残像剣の発動方法っていうのがもう一つありまして、このもう一つの方法あんま知られていないと思うんですけど、ダメージを食らう瞬間に盾突きして主観視点すると残像剣発動できます。で、わざわざこの方法する必要ないんですけど、一応ね、使える例としては、残像剣しようとして、あ、失敗した、あ、失敗した、やばいっていう時に、うまいことやりましょう。そうすると、まあ、いけるよねっていう。だからまあ、最終手段として、まあ、脳裏に、置いとくぐらいでいいかなと。やり方としては、ダメージを食らうギリギリに、盾突きをして、主観視点にする。ただこんだけ。で、主観視点にするって言ってんですけど、その主観視点にならない時となる時があって、これはね、タイミングがずれてるからなんですけど、ほら、今主観視点をしたんですけど、この主観視点モードにならなかったので、タイミングが早かったか遅かったかちょっとわかんないんですけど、タイミングちょっとずれてるパターンですね、これも。ずれてるっていうか、まあ、これで全然いいんですけど、たまに、主観視点になる時があるんですよ。これはおそらく、言うようにフレームあって、そのうちの、もう一つのフレームを引いてるって感じかな。ちょっと、主観視点の方法をちょっとやってくれないか？あ、これ。今みたいに、同じような方法をしたのに、主観視点になる場合があるんですよ。その場合、戻ってくれると、まあ、ちゃんと断続点になっているので、なので、まあ、いつも通りやって、主観視点なるときとならないとき、今、早すぎたわ。主観視点なるときとならないときの2パターンがあるっていうのを覚えておきましょう。失敗したわ。まあ、この方法は結構タイミング難しいので、この掴む方法がミスったとき用に、覚えておくといいかなって感じかな。まあ、でもあんま使う機会はないかな。さあ、もう一つ、この爆弾を置いて、やる方法のもう一つのコツっていうのがありまして、さっきから言ってた残像剣のタイミング、ポンポンって言ってたでしょ。このポンポンって言ってたんですけど、これもポンポン。ポンポンぐらいのタイミングって言ったんですけど、それは、抜刀している時のタイミングがポンポンのだけであって、これが脳刀状態でしょ。邪魔やお前。脳刀状態の時はポンポンではできません。なんでかっていうと、背中の剣に手を回してから盾突きをするので、ポンポンってやっても成功しません。タイミングがずれます。なので、抜刀状態のポンポンと、脳刀状態のポンポンぐらい。ちょっとワンテンポ遅らすっていう二つの方法。まあタイミングあるんですけど、その、脳刀状態での方法は、まあ正直、覚えない方がいい。ごっちゃになるんで。で、爆弾を出す時の残像剣で結構時間が限られてきているので、そこでの小ネタなんですけど、爆弾を置きます。で、この時に、抜刀するんですけど、普通に B ボタンを押して抜刀すると、まあ時間がかかると。普通に剣のフルモーションが入るので。で、その時に便利な小ネタが、ノーモーション抜刀って言われる、まあ俺が名付けたんですけど、命名俺なんですけど、そのノーモーション抜刀っていうのが、B ボタン中に R を押すと、ノーモーションで抜刀できます。こんな感じに。なので、これを利用すると、素早く抜刀ができるんですよ。で、爆弾使った残像剣をするときっていうのが結構時間が限られているので、置くノーモーションバットをポンポン。ちょっと、ポンポンのタイミング失敗したけど、ノーモーションバットをポンポン。こんぐらい。これ練習しましょう。これ何回も練習しましょう。ノーモーションバットをポンポン。オッケー。いいね。で、ある程度練習したらもうここからもうボムホーバーにどんどん派生していけるんで、なかなか楽しいよ。ノーモーションバットをポンポン。余裕やね。まあ、これがね、時のオカリナからも使える、まあ、最強の、バグの頂点の、もう原点の、バグの、残像剣っていうやつですね。まあ、この残像剣を使うと、何ができるかっていうと、残像剣の特徴っていうか、まあ、このゲームの特徴として、剣を振ってる間、降りません。高いところから落ちないようになってるんですね。
なので残像剣を発動させると、あーん、なんでとりあえず残像剣発動させると、まあ言うたらその常に剣を振っている状態となっているので高いところから落ちないんですよね。その関係で、空中に居るときにダメージを防ぐと浮きます。これはダメージを防ぐと、まあおそらく一瞬空中に立ったっていう判定が多分出るんですよ。でその時に残像剣をしていると剣を振ってる間は空中から落ちることないので、空中でホバーができると。でまあこうやってボム銃どんどん使っていければ高いところに登っていけるっていう、まあ、これが残像剣を使った応用で、まあどこにでもいけるんだよこれを使えば。もうマジ最強すぎると。まあそのうちの一つの技としてインデックスアップっていうのがあって、まあこの奥にある隠しフクローズを叩くっていうやつですね。これでボムホバーで登っていって、ほい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 で横飛びジャンプ切りで、ほい、これでこのロードするロードできてないこんな変なところに来ることができるんですよ。まあこうやってボムホバーっていうのはまあ汎用性があるすごいバグとなっていて、まあ、この技の起源が残像剣になっているので、まあ、残像剣英語で言うとインフィニットソードグリッチっていうんですけど、まずはまあ時岡ムチラのバグをしたいっていう人は爆弾での残像剣ができないとまず話にならないっていうことが多いので、頑張って練習しましょう。ちょ、処理落ちいく。これはね何時間もかけて練習しないといけないので、まあバグ使う身としてはね、ポン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 、あーダメージ食らう、ダメージ食らったけど、わー解除されてるか、ポンポン、オッケー、ちゃんと残像剣できてるね。よし、というわけで今回はこの辺にしたいと思います。これが、時のオカリナとムジラの亀で使える残像剣っていう、まあかなりぶっ壊れのバグとなっているので頑張って練習してマスターしましょう。というわけで今回はこの辺にしたいと思います。じゃあ次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。